今日は豊浦町にやってきました。豊浦町といえば、豊浦町といえばホタテです。いやー素晴らしいですね。美しい、ね、このオレンジ色も鮮やかで、なんといっても身が大きい。はい、さあ今日はねホタテのお話を教えていただく方をお呼びしております。田中さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすが豊浦のホタテはいいですね。美味しそうですね。今回案内してくれる田中さんは、日々豊浦町のガイドをしながらホタテの魅力を伝えるスペシャリスト。食べていいんですかこれ。いいですよ。いやー食べたいです。噴火湾の海で丁寧に育てられた豊浦の特産養殖ホタテ、いただきます。熱っ。プリプリですね。めちゃくちゃ詰まってますねこの身。うまい。甘い。本当に大きいですね。なんか重いし、うん、うん、どうでしょう。おいしい。本当にちょっと塩味がやっぱり醤油とか本当にいらない。いらない。歯ごたえもいいですね。うん、噴火湾のホタテっていうのは身が柔らかくて優しい味。実はこの時期4月5月にしか食べることのできないホタテがあるんです。えこれじゃなくて、はい、別にあるんですか。ちょっと一味違うんですよ。今の時期しか食べれない。そうなんです。これ食べたいです。それを探しに行ってきましょう。はい、なるほどね。道南の漁師町豊浦町、噴火湾の養殖ホタテ発祥の地、今日は豊浦町を楽しみ尽くす。動いてますよ。生きてる。もちろん。うまい。おいしい。お父さんが思う一番おいしいホタテ料理はこれですと。これ食べるために漁師やってる。ホタテ好きとしてはですね、これを全てやってから初めてホタテが好きと言えるわけですよ。